皆さんこんにちは、鈴木貴夫です。九州シリーズ、今回も本村剛一プロを招きしてやっていきたいと思います。本村さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ここで帰るんですか？なんかね、ここで熱くしてパツンと開けるちょっとできるの無理だ絶対無理だこれ。年齢は3つ3学年離れてるんですけど、はいはい、最大のライバルの方をこうして一緒にやるっていうのは、はい、まあ、こちらね柳川同士ですからですけどまた柳川また一人だと、まあ、九州はアウェイでもありますけども、 まあ、そういった意味も含めていろいろ本村さんから聞けるというのは僕はすごく楽しみです、はい、フォアバックねリターンもそうですけども、今日はサーブについてぜひ聞いていきたいと思いますので、今の時間はライバルじゃないということでいろいろ教えてください。よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあ早速打ちますか。はい、はい、見ていただきましょう。お願いします。見とか、じゃあラスト2球お願いします、はい。キレキレ。チャンネル登録よろしくね。グリップはやっぱりコンジェンタル気味ですか？そうですね、まあ、こう持つんですけど、はい、打つときにね結構フラット打とうとしたときに自分でちょっと変えるんです、はい、厚くするってことですか？そう、ちょっと厚くするんです。最初、うん、こうやって構えてる、最初この辺だと思う、構えてるけど、うん、それでフラット打とうかなとしたときにここで変えるんですか？なんかねスッてここで、はい、ここで厚くしてカツンと、うん、ちょっとでしょうけどね。そう、ほんのちょっと、ほんのちょっとできんの無理だ俺絶対無理だ俺、うん、あ、じゃあここはじゃああんまりプレッシャーこうかけてないんだ。あんまかけてない、ダラダラにしといてここでちょっと変えるぐらい。そうです。まあここで変えたらバレちゃうもんね、相手にこうやってた時にここで、だからよくこう、はい、トスアップしてこうラケットを上に担いだ時に、はい、結構こうやって指が、うん、もぐもぐ動いてる感じ。あ、こう握りを調節してるんだ、このグリップの感じを。そうです。あ、なるほど、はい、ここね、だちょっとなんていうのかな、うん、人に真似できないと変だけどちょっとあんまりあれかもね、おすすめはしない、いいあれではないかもしれないですけど、うん、そう。なるほど。じゃあ、構えて、はい、まあ、打つインパクト、はい、これもやっぱ前を意識、やっぱりあんまり僕こう後ろには行きたくないです、うん、なのでイメージするのは本当極端にやるとこういうイメージです。バンザイ、全部こうラケットが前で抜けるイメージ、うん、なので必ずこの、右足よりも、まあ実際はスイングは右足よりも後ろに行ってるんですけど、イメージは右足よりももう全部前で、うん、終わらせる感じ、終わらせるようなイメージで僕は打ってます、うん、はい、そうするとラケットがやっぱ顔にやっぱ近いですね、うん、こういう風に、あ、そういう感じ。ちょっともう2球今、なるほど、ちょっといろいろ研究したい、研究したいおー、なるほど。じゃあ僕が見た感じで本村さん多分ここまではこうクッとくるけど、うん、こっからはもう本当ラケットの方が前ですね、うん、この後ろにヘッドがいかないですね、あんまりいかないようなイメージで打ってるかもしれないですね、うん、すごい、はい、これまであれですか、なんかこう現役の若い頃から何かこう変えたりとかトライしたことってあるんですか？サーブの感覚とか、感覚どうだろう、例えば足のこのなんかね、いろいろこうつけようとしたとか、なんか曲げ方をどうしようかとか。僕なんかどちらかというとあんまり動かさないで、うん、もう左足をどちらかというと固定してる感じ、はい、だからあんまりこうこれが前に行くとか、うんうん、足の力を使って打とうっていうイメージよりも、うん、なんかあんまりこう左足が前出ないですよね。 あんまり最初こう構えてる時に僕いつも気になるのは、うん、かかとはこうやって浮いてるんですよ。そう、本村さんね、
こうやって浮いてそこから踏み込んで、うん、まあ前こう行かないじゃないですか、うん、ウッドバックしてるんでここからこうして打ってる感じがしたんですか。両足でこうジャンプするようなイメージなんですけど、ここ強く蹴ってはないですか。蹴ってるイメージは、まあ、うんっていうぐらいだから多分ないんだろうね。意識がないとかね、そういうね自分の中では、うん、あでも曲げから伸ばしも早い。なんかどちらかというと、うん、左足のつま先の方でピョンって、うんうん、左足のつま先力を出すような感じだから、そっちの方が強いかもしれないですね。まあ、つま先寄りに なるからね、前体重になった時には絶対こうかかとがちょっと浮くんで、かかとがついててジャンプって絶対できないから、かかとをうまく上げた状態でここで、しかも曲げん動作もこうゆっくり曲げてないで、もうなんかカクンってなったらもうすぐ伸ばすっていう、ためるというかタイミングでこう反動を使ってる感じがしますね。そうですね。なるほど。足揃えた経験はありますか。いや揃えてはやったことないですね。じゃあもう昔からその後ろに、うん、ちょっとこうスタンスちょっと広げて、でこのままやっぱりつけるのもやっぱりなんかリズムが自分のリズムじゃないんで、だからどちらかというともうこのまま飛んだ時にこうこういう感じ。リターンで構えてるとやっぱこの辺の意識がすごい結構強い感じが見てるとするんですよね。飛んでるというよりかも、本村さんと対戦して一番嫌だったなと思うのはね、スライス系でやっぱこうね低く来るんですよ。ワイドね、ワイド、うん、滑るね。あのボディもね、いわゆるその縦に来て曲がるんじゃなくて、もうこう曲がっていくの分かってんだけど弾まないからやっぱ打ちづらい。もうそれはもう本当にあのちょっとスライダー系、上からというか横からヒューって曲がってくる。横で横、特にコートが速ければ速いほど、そのね、以前にも言ったグラスコートだとかサプリームのコートだと本当リターンしにくいなっていうのはちょっと思い出しちゃった今。そこのシュッてボールとこのセンターの速いサーブで、さっきのこのグリップちょっと変えてこっちのスピードとこっちのスピードが違うから、うん、わーみたいな感じになりますよね。どちらかというとだからやっぱりスライスがやっぱり得意というか、うんうん、スライス主体ですか、それともフラット主体、スライスですか。スライス主体です、うん、どちらかというと。セカンドサーブはどうですか。セカンドサーブはやっぱりデュースサイドはどちらかというとスライスが多いです。でアドサイドは、はい、まあ、あんまりでも、あでももちろん持ち上げるキックサーブは、まあ、あの使うんですけど、もうそこまで本当キックっていうよりもスライスキックみたいな、うん、ちょうど中間ぐらいの。なるほど。じゃあファーストセカンドのスピードはそんなに変えるという、スイングスピードはあんまり変えないですね。うん、当て方を変えて、うん、どちらかというとセカンドサービスでも、もう攻撃のイメージは僕は常に持ってるんで、だからスイングスピードは一緒で、当たり方を変えて回転でこう相手をこう攻撃するような、まあイメージで。僕どちらかというとその高さを出すんで、うん、高さを出して入れるタイプだったんですけど、うん、なるほど。スピードはまあ落とさないとなると、やはり高さを出さないで滑った、まあ、スライス回転がいいのかなっていう感じしますよね。うん、でもあんまり僕だから現役の時にサーブあんま得意じゃなかったんで、だからもっと本当にもっともっとやっぱり練習しとけばよかったなって今思えば、うんうん、本当に思いますね。うん、だからやっぱりいろんな球種のこうスピンもそうだし、うん、やっぱりこうかけてる練習のする時間がやっぱり、はい、ストロークとかボレーとか、まあ、ボレーもあんまかけてなかったかもしれない。ストロークが多かった。そう、ストロークが多かった。もうちょっとサーブに時間をかけてったかけてればよかったかなっていうのは今は本当思いますね。はい、まあ、フォアハンドなんかね、フォアとバックなんか本村さん言われてたけど、そのやっぱこの手のひらの感触っていうのを言われてたから、うん、それやっぱサーブでもすごいやっぱりこう気にするんですか、この持った感触と当たった感触っていうののこの連動って、うん、やっぱり、うん、でもストロークとかに比べるとやっぱりその感覚が弱い、うん、感覚弱い、鈍いってことですね。だからもちろん、うん、あこう当たってるなっていうのもあるんですけど、うんうん、でもやっぱりこのストロークとかの方がもっと
細かくもう自分にこうやればこう飛ぶなっていう感覚はある。調節ができやすいな。でもまだ、うん、まだ練習足りないかなって感じ。サービスはまだ進化してる。だからもっともっと良くなるかなっていうのは自分では感じてるかも。あ、まあね、そのあたりね、ぜひ日本リーグでね。多分その、まあ、僕も聞きたいんですけど、例えばサーブで調子が悪くなるじゃないですか、入らないっていうところがあって、うん、じゃあ試合中に入らなくなったものを入るようにするポイントって、多分視聴者の方も試合に出てる方が多いんで、うん、そこが聞きたいんですよ。多分バン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 で、まあ、プロが常に入ってるわけじゃなくて、うん、入らなかった時に入れるの修正方法を多分皆さん知りたいと思うんですよ。本村さんなりの、その修正方法みたいなのあります？ミスする時はこうなんだよね、入る時はこうなんだよねっていう。やっぱりどうしてもあの力みっていうのが、はい、あの出てくるんですよね、はい、やっぱりこう緊張したりとか、うん、もうここ入れたいとかってなると、うん、どうしてもあのグリップを強く握りすぎてしまって、うん、でこのまま入れに行こうとするとやっぱりグリップ握ることによってボールがラケットの目に乗っかんなくなるんですよ、はい、どうしても弾きが速くなるんで、うん、なのでできるだけやっぱりここの指のこの握りっていうのをインパクトの瞬間に当たる瞬間もちろん力ちょっと入れるんですけど、はい、その後にできるだけ抜いてここに乗っけてあげるような、振るというよりかは、まあ、脱力してラケットの重さで勝手に行くような感じで、そう、それでちゃんと抑え込んで、でやっぱり回転でやっぱりしっかり、サービスを入れられるやっぱり練習っていうか、やっぱりそれをあの普段から身につけることによって、うん、もっとこうファーストサービスもしっかり打てるようになると思うんですよね。だからやっぱりちゃんもうしっかりしたセカンドサービスが身につけば、はい、うん、だんだんこう攻撃もできるようになると思うんですよね。なるほど。縦に Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!